はい、ウエストの金井です。今日ご紹介するのは、ミステリーランチの、バックパックです。スイートピーというモデルについて、ご紹介していきたいと思います。まずはミステリーランチについての、ご紹介ご説明なんですけども、最近はアメリカ軍に、バックパックを供給しているメーカーという点で結構皆さん有名でご存知の方多いと思うんですけども、元をたどると、バックパックデザイナーの、デイナ・グリーソンという、世界の、グレゴリーの創業者ウェイン・グレゴリーと、並んで、世界2大バックパック職人みたいな形の、レジェンドがいらっしゃるんですが、そのデイナ・グリーソンが、まずデイナ・デザインという、ブランドを立ち上げたんですけども、そのブランドを、売却して引き払った後に、もう一度作り直した、会社ですね、ミステリーランチという会社を立ち上げて、バックパックを製造するために立ち上げた会社になります。そのミステリーランチという、会社が有名になったきっかけが、アメリカ軍ネビシールズへの、バックパックの、供給というものが非常に有名だったと思うんですけども、そこで何が有名になったかというと、今回ご紹介するこのスイートピーというモデルなんですけども、これを元として、3 Day Assault というモデルがあるんですけども、そのモデルが開発されてそちらがアメリカ軍に供給されたというところで非常に有名になりました。そしてこのスイートピーというモデルがその3 Day Assault の、一番モデルになった原型と呼ぶべきモデルになってまして、今やミステリーランチというブランドを、代表する、ディテールの一つであるこの Y 字の全面開放型のジッパーですね。この Y 字ジッパーを、初めてミステリーランチのバックパックで搭載したのが、このスイートピーというモデルになってます。なので元をたどると本当にミステリーランチのバックパックの、ほぼ一番大元と呼べるモデル、一番基本と呼べるモデルになっているのがこのスイートピーというモデルになります。こちらは、おととしですかね、2018年に発売された、スイートピーのスローバックという、90年代のカラーを模したモデルになってます。で、実はこのスイートピーなんですけども、もう現在カタログから廃盤になってしまっています。3 Day Assault というミルスペックモデルと、あと最近は2 Day Assault、1 Day Assault と、3 Zip 対応の、ミルスペックモデルが最近、種類が非常に増えたっていうのと、ミステリーランチ自身もだんだんデイパックに至っても新しいモデルが増えてきたという中で、一番本当基本的になってたこのスイートピーに関しては、廃盤という形でカタログからなくなってしまうということで、今手に入れるんだったら、本当に最後のチャンスという形で今回ご紹介したいなと思います。じゃあまずちょっと細部について見ていきたいと思います。今上から見るとこんな感じになってます。一番特徴的な Y 字ジッパーですね。開け方がモデルによってここの紐引っ張ってこう開けたりとかあるんですけど、スイートピーの場合はここのバックル引っ張っていただくのが一番楽ですね。で、ここの頂点の部分持っていただいて後ろに引いていただくと上の部分開きます。で、バックル2箇所ですね、取っていただいてセンタージッパーを引いていただくと、こういう感じで全面開放になります。じゃあ中身こういう感じになってます。最近のミステリーランチのモデルは非常に中身も機質が分かれたりとか PC スリーブがあったりっていうモデルが多い中、スイートピーは非常にシンプルな一機質構造になっています。容量は、一応表記の容量が33リットルということになってます。非常に大きな開口部ですね。ここからだとちょっと分かりにくいんですけど、一番このボトムの部分なんですけど、ボトム生地は、ここら辺のサイドの生地とかは、1枚生地なんですけど、ボトムの生地だけ二重になっています。なので
非常に荷重の重いものでもバッグがへたらないようにそこだけ二重になっているというのも特徴です。非常にシンプルかつ使いやすい構造になっているという点でした。はい、でトップリッドのところにまずポケットが一つあります。でこのポケット下がメッシュになっているので中身が確認できるというか下の方まで見渡せるという特徴がありますね。こちらも一機室分かれてない一つのポケットっていう感じになってます。で、ミスティリランチのモデル背面の調節ができます。このスイートピーも背面の調節ができるようになっているので、マジックテープで背面と、ショルダーベルトくっついています。こちらをまず剥がしていただいて、こちらにプラスチックのプレート入ってるんで、こちらで背面とショルダーベルトを一回切り離してもらって調節するような形になってます。最近のミスティリランチのデイバッグのモデルはこの背面の調節機能は、ついていないものが多いですね。これはやっぱりミルスペックモデルとか、非常にグレードの高いモデルにのみ、搭載された機能ですね。こちらチェストベルトついてます。ただチェストベルト、バックルでついているのでもしいらないっていう方はここから取り外すこともできます。これミステリーランチのアフターパーツウェットリブとかと付け方一緒なんですけども、こういう感じで取っちゃうことができます。でウエストベルトなんですけども、今これしまわれた状態です。ウエストベルトいらないときはしまったり、使用するときに出したりとか出し入れができるものになってます。ここにボタンでサイド止まってるんですけど、これまず剥がしてもらって、結構硬いですね。はい、ここ取っていただくと横がポケット状になってるんですね。ここから、下側にこう出していただくと、でここからウエストベルトがこう出てきます。ここ裏側がマジックテープになってるので、ここ止めていただいて、またサイドのボタンを止めていただくと、これでサイドのウエストベルトが出てきます。最近の山岳用モデルとか、スクリーとか、クーリーとか、ウエストベルトはやっぱり最近の山岳用のモデルの方がやはりちゃんとした、ウエストパッドを使ってます。これ非常に薄いですね。割と簡易的なものになってます。なので仕様としてはどちらかというとデイリーユースを想定しているのかなという作りですね。こんな感じです。でサイドボトルポケットあります、これナルゲンの1リッターのボトルなんですけど、ちょうどこれがぴったり入るような感じになります。各部の装備なんですけども、本当に最近のミステリーランチのディティール、元になったディティールを全て搭載しているような感じで、なおかつ非常にシンプルな作りになっています。肩パッドも非常にこちら重厚感ある感じですね。最近のアーバンアサルトとかのデイリーユースモデルとかと比べると、よっぽどがっしりした作りになっています。容量33リッターですね。今ちょっと背負ってみると、このくらいの感じですね。縦長というよりかはこう厚みで容量を持っているような感じになりますね。
33リッターなんで、あの日常使いにしたら、非常に容量多い方だと思います。必要十分な容量なのではないかなと思います。はい、では今日はミステリーランチのスイートピーについてご紹介いたしました。もう廃盤になってしまった、おそらくもうなっているモデルなので、手に入れたい方は、お早めにお探しください。以上、スイートピーのご紹介でした。ありがとうございました。